ロゴロシア特許庁は、ロシア連邦において、知的財産を所管する政府機関である。翻訳で、ロスパテントとも呼ばれる。正式名称は、連邦知的財産権、特許、商標庁。1991年のソビエト連邦の崩壊によって、1991年12月1日に、ソ連特許庁が業務を停止した後、 ロシア連邦の成立に伴い実質的にこれを引き継いで成立した機関である。ただし、所管する地理的範囲は当然ながらロシア連邦内に止まり他の旧ソ連各国には及ばない。ロシア教育・科学省の下部機関で職員は約2700人。所在地はモスクワ。ロスパテントは特許協力条約の下での国際調査機関及び 国際予備審査機関である。なお、1995年には、ロシア連邦を含む旧ソ連9カ国をメンバーとする地域特許庁として、ユーラシア特許庁が設立されており、ロシア連邦では、ユーラシア特許庁への出願により、ユーラシア特許庁加盟国内での特許保護を求めることもできる。ありがとうございます。